足名流流派という手もただね。
ぬと思うか。ええ、食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということだな。ええ、おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか。
せがれか。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな。教えてくれ。流線詣の年であろう。流線詣、3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。
おのて。おい、であるやさんの。
上。うお前か。不覚を取った。このわしも置いたものだ。手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの日の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命を賭してお守りするのじゃ。うわ、父上。左手へ出て崖沿い霊園から間を任せく。
これわずかだ。しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。やろうか、せがれ殿。
やるじゃないか、せがれ殿。ならば我が幻を惑え、楽しんでおくれ、せがれ殿。私のため、そなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。お前さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己のうちに留めておくもんじゃ。武士殿は、そこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎、何を備えようとも、それしか見えん。一面の、足名を焼き尽くすような、炎。それはこの話はしまいじゃ。
また久しくらいになる。お前さん、わしがほごうぶ、お前それで。ではな、また。そこもとか、それがしを使う。そこもとよ、このやし、俺、うん、どこ、そこ。また来るがいい、そこもとの。狼殿、死体はまだ分かりませんが、あなたの体は世の断りから外れているようです。返事あれば私のところへ来てください。分かった。ではまた。
待て！何じゃ！